はい、こんにちは。まーチャンネル前原です。はい、今日はですね、三色マーカーチャレンジの第4回目ですね、うん、はい、先日ですね、ライブ配信で書きましたね、うん、このピカチュウと、あとコマさん、うん、この2つをですね、3色のマーカーで塗っていきたいなと思います、うん、それでちょっと気づいた方いらっしゃるかと思うんですが、テーブルも変えました、うん、あとね、あの今まで地べたに座ってたんだけど、うん、椅子ちょっと設けました、うん、ちょっと小さめの椅子なんだけどね、うん、これでね、長時間作業ができるようになった、うん、よかった、本当に本当に辛かったんだね、地べたに座っててね、うん、じゃあ早速、まずはマーカーから選んでみましょうか、うん、はい、じゃあエイシン君の1色目はこれだ。お、何これ、クリーム色、クリーム色だ私の一色目はこれ。ああ、肌色。肌色。肌色。シンクの二色目。これ。茶色。私の二色目は。お、水色。水色。シンクの三色目。これだ。青。青か。お、いい感じに配色した。僕の三色目はこれ。深緑かな。僕はクリーム、茶色、青の三色でコマさんかコマジロを塗っていきたいと思います。あ、そうだ。コマジロもいけるのか、これから。うん、はい、私は肌色、水色、そして深緑でピカチュウを塗っていきたいなと思います。じゃあ頑張っていこう、うん、はい、じゃあ早速始めていきましょう、うん、あ、どうしようかな。 あ、これくらいなら大丈夫かな。クリーム色、それこれクリームじゃなくてちょっと薄きっぽいけど、あ、本当だ、あ、これならいいでしょ。あ、どうしよう、これ肌色のピカチュウにしちゃうかな。あれ、ピカチュウってそんな色あった？黄色だよ、キルトホッピがあぐらいだよね。あとこの尻尾の部分がちょっと茶色ぐらい。そう、あ、じゃあ基本的には水色塗っていこう。あと口の中が赤くらい。ライブ配信の時も言ったけど、妖怪ウォッチはあれなんだっけ、今シャドウサイドになっちゃったんだっけ。そう、全然可愛くないんだよね。そう、完全に可愛くなくなってしまった。残念すぎるよね。残念すぎる。すらもう愛着すらなくなっちゃったのかな、レベル5の人たちは。そんなことはないよね、うん、また帰ってくんのかな。まさかさ、もう映画は分かってたんだけどさ、アニメまでさなっちゃうと思わなかったよね。うん、大変なんじゃない。言っちゃったけど、まあそうだね、そういうことだろうな。僕はあの、コマさんが持ってる風呂敷、うん、を青にしようかな。あ、そうだね。で、あの上の変な渦巻きみたいな茶色でブーン、うわー、お、すごいすごいすごい怖いなんかコマさんがすごいことになってる。ポケットモンスター、今の新しいやつはなんかね、伝説のポケモンのルギアに会うお話みたいで。あ、テレビでやったやつ？違う、あの、あら、映画？映画はね。あ、でもそれがコロコロでなんか外伝のスペシャルなやつがやってて。え、コロコロってポケモンやってんの今？うん。あ、そうなんだ。映画の時とかだけ映画限定の漫画がやってて。どうパパ？ん？怖い。すごい怖い。怖いよそれ。うちらが使ってるのはコピック茶を36色 A ってやつだね、うん、これを使ってますね。なんでまあ全部の色はないんだろう、全部の色ってもともとないんだろうけど、確かに B ってのもあったの。あ、 B もあったの。そう、 B をやればもっと色が膨らむし、うん、何、本格的にねイラストを描いてやる場合は多分 B もないと全部の色が揃わないから描けないと思うね、うん、あれだけでも十分揃った気がするんだけどね。もうただね、ない色あるんだよこれ。あ、そうなの。そう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 、だから多分ちゃんと色を塗り絵、一回やってみたいんだけどね、うん、あのしっかり塗り絵、うん、それをじゃじゃーん、それをやったらできますね。完成かな。うん、はいはい、ということでできました。こんな感じだね、うん、うん、はい、ということでしんくんできました。こちらですね、うん、これはコマジロベースにして。あ、そうだね。で、ちゃんとここは肌が黄色で、うん、クリーム色だったもんね。うん、うん、それでなんかここら辺が茶色と青になってて、あれ、これさ、この容器っていうか角部分、これ青でやってればよかったんじゃないの。あーで、風呂敷茶色すらコマさんだったんじゃない、コマジロだったんじゃないの。確かに。だけどこれね、青と茶色使ったよ。あ、そうなんだ、うん、あ、それで名前はダークネスコマ。目が怖いもん、うん、目が完全にダークサイズだよ、うん、すごい怖い。あ、続いて私が塗ったピカチュウはこんな感じですね、
もうかなり体調が悪いピカチュウだよ。やばい。本当は黄色だけど、これすっげー体調悪いんだけど、頑張って手振ってる。ファンのためにね、ファンの皆さんのためにね、頑張ってピケ、声にするとピケ。かわいそうだ。かなりね、色変わっちゃってるよね。今1ボルトしか電気出ない。名前は頑張ったねピカチュウです。はい、ということで今回は3色マーカーチャレンジの第4回目でした。今回も楽しかったね。で、初めてかな、こんなに色がミスマッチになる感じにできちゃったのね。そうだね。うん、面白かった、うん、はい、ということでまたですね、3色マーカーチャレンジ機会があったらやりたいなと思いますね、はい、あれかな、またイラスト描くとこからライブ配信でやるかもね、うん、もう何描いていいか分かんないでしょ。そうだね。みんなに聞いた方が早い、うん、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひ、いいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、はい、それと今回のおすすめ動画はこの辺りに出てますので、ぜひチェックしてみてください。チャンネル登録はこの辺りからよろしくね、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。